この商店街自体が、おととしの12月にできたんですけど、それまでうちはその仮設テント商店街っていうものが中学校の裏にありまして、そちらにいて、で、まあこのプレハブが届いたので、あ、じゃあこっちでやろうかなというふうになりましたね。はい、そうですね。主には日本酒をメインに売りたいと思ってますね。今置いてる酒だとですね、やっぱりこのうたつがですね、いろいろエピソードがありまして、まあ中学校の字をですね、この卯辰っていう字を、卯辰中学校の元校長先生のですね、安倍さんという方に書いていただいてですね、南三陸町合併前は卯辰町と志津川町っていうのがあったんですよ。で、テレビに主に出されてるのが志津川町の方だったので、だから南三陸町志津川っていうブランドがあっても、南三陸町卯辰っていうブランドがなかなかなくて。で、それでこの「うたつ」という字をね、大々的に言っていこうかなと。例えば南三陸町って一括りに言ってもいろんな地区があったりするじゃないですか。地区ごとの色をどんどん出していけばね、いいかなと思って、その先駆けになればいいなと思って「うたつ」は作った感じになりますね。各地方のテレビとかでもその2年取り上げてて何も変わってないねとか、そういう暗い話題に今マスコミの方がしたがるんですけど、それよりも一旦現地に来てもらうと、やっぱり僕とか、この商店街の皆さんとか、まあ、及川さんもそうですけど、まあ、皆さん元気に笑顔にやってるので、支援が来ないとか、人が来ないとか、例えば皆さん言ってるとしてるじゃないですか。でも、人が来ないのはこっちが頑張ってないからだし、店がないからであったりとか、活気がないからとか、いろいろ理由があると思うんですけど、だったらこっちから元気出して、笑顔を届けていこうかなと。なんなら来た人みんな、あれ？全然、確かに被災して何もなくなったけど、来て楽しいなとか思ってもらえる方が、商店街の皆さんもそうですけど、まあ僕からしても嬉しいことですよね。はい。気軽にね、もうこの商店街のことしか僕は分かんないですけど、この商店街の店主の皆さんみんな本当に、今ほらあちらに歩いてる方とかもいますけど、皆さん本当に面白いんで、だから、例えば何か買っていかないとか、そういうの別にして来ていただけたらなと思いますね。僕らも待ってますから。はい。